授業再生版「タイガーファンディング」ではどうぞ失礼します 今宵幕を開けるのは後藤主催事業再生版タイガーファンンディングビジネスの再生を目指し再び立ち上がる志願者トラたちがその挑戦を迎え撃つではまずご経歴をどうぞひろかずと言いますえー、年齢は47歳住まいは神奈川になっております最終学歴は高校をちょっと中退してますが えー、現在の職業としてはタクシー会社で勤務でタクシードライバーをしておりますあなたが思い描く未来の姿は挫折を乗り越ええー、車両運行管理システムで再起を図りたいでは窮地の事業を再起せよ最初に入る前に今自己紹介であのタクシー運転手をやってらっしゃるってこと、はい この事業再生版っていうのは本来は何か事業をされてらっしゃる方が、はい、それがなかなかうまくいかなくなったので、はいえー、どうか助けてくださいという感じなんですけど、はい、まあタクシー運転手ってことはサラリーマン、はい、でえ何がどうなのかが。 僕の中に分かってていいいな状況がが今ありまますそれだだけまず説明してくださもともとタクシー会社をやる前に自動車販売店で働いていまして、はい、でその時にいろいろちょっとその人とのこう出会いがあって自分でちょっと自動車販売とは違う仕事をちょっとやりたいなと思い出しで1週間に1回の休みを使って、まあ、自分のちょっと会社を作り 管理システムの販売をしていきたいなと思ってやろうとして1回はやったんですがそこでちょっと挫折をしてしまったっていう経緯で今、あなるほどじゃあっえと副業としてそういうことをやってたんだけども、はい、それはなかなかにうまくいかなくなったと今は生計をタクシー運転手で立ててるけれども、はい、もう1回その仕組みで再生したいという意味なんですね。はい、はいはい、そうです それではあなたの簡単な経歴を教えてください高校はちょっと中退をしてしまったんですが、えー、仕事としては飲食店、えー、自動車販売店を得て現在はタクシードライバーという仕事をしております今回のプランを教えてくださいプランとしてはですね僕がその作った、えー 管理システムというものを使ってお客様にその車を管理してもらったり防犯システムで使っていただいたりで販売ルートをこう広げていきたいなっていうのをやりたいと思っておりますちなみにさっきあの経歴のところで飲食店と自動車販売って言ってたんですけどどれが一番長いですかその社会人として。自動車販売店ですね。もうちょっと詳しく欲しくい,、ね、いんでですけど飲食店で どれ、何歳まで働いてて、自動車販売店にいつなってみたいな。飲食店で働いていたのが、十代十八歳の時から、二十五歳ぐらいまで働いておりました。で、そこから自動車販売店に昼間のお仕事になるんですけども、そこで大体十五年ぐらい働いておりました。飲食から自動車販売店にいったいきさつってなんかあるんですか、はい。やはりこう、ちょっと夜の仕事になっていた時に、まあ。 昼間の仕事でもちょっと挑戦してみたいというやっぱり気持ちがありましてそれで、まあえー、飲食店の方から自動車販売の営業にやってみたいという気持ちで移動しました飲食は何のやつなんですか居酒屋といいますかやっぱりバーという形態とあとはやっぱりホストクラブみたいなところでも働いておりましたホストですか ホストでしたはい<ー>、はい、あのすいません大変失礼ながらあんまホストに見えないですけどす、ね、今となってはあれですけどもはい、まあ細かった細かったですねはい今はもうちょっともうさっぱりしたいなというところでこれでやってますはいあの挫折を乗り越え株式会社ピナイ,インターナショナル代表茂木哲也会社経営21年 IT 系を中心に4社を立ち上げ3社を M&A し売却 日本初のフィリピン人専門家事代行サービスを運営事業拡大は止まらない外国籍人材で未来を変える連続企業家のトラが志願者のマネジメントに切り込む挫折を乗り越えって書いてあるんですけど、はい、その挫折を聞きたいですもともと僕はその自動車販売店に勤めながらの片手間でちょっとやっぱり自分のやりたいことをやろうとこう1週間に1回の休みを使ってやろうと思ってたんですけどもやはりちょっとそこではやっぱりこうどうしても動きが制限1週間に1回しか制限 がある中でしかか動けなかったたたのでででで友人にに頼んん一緒に仕事をやりいいという子を招き入れたんですよねでもそしたらそのやっぱり友人がこう僕が動けない間の時間を動いてくれるという計画のもとでやろうと思った時にやはりその運転資金だったりとか仕事を飛ばしちゃったりとかして最終的にはやっぱりお金を持って逃げてしまったというところでもう。 動けなくなくっっっててししまままたた裏切られてしまったっていう経緯でございますめちゃくちゃ話が分かりづらいんですけど、はいえっと、自分で会社を作ったんですか作りましたはいで友人を社員として入れたら、はい、その人が全然働かなくてしかも最後金持って逃げちゃった、はい、そうですいくら持っていかれたんですか、はい、ええー、金額減のでも100万ぐらいですどれぐらいの期間会社されてたんですか1年1年ぐらいその会社は何をやってたんですか遠隔システムで えー、自動車を管理するというシステムを販売取り付けをするっていう業務でございます自動車を管理するはい、どどういうことですか、あのー、ちょっとここにものがあるんですけども、あのー、これをですねちょっと車に取り付けをすることによって車の位置情報が分かったりですとか速度が分かったりですとかあと軌跡といってのどこをどう走ったっていう記録が取れるっていうものになります。 似たような商品っていっぱいあると思うんですけどその商品によって何が変わるんですかやっぱり僕がやっぱりこう本当に必要最低限のものをやっぱり作った機能としての感覚でいうとやっぱり価格面ですとか性能面。 そこはやっぱり他社さんには負けない自信もやっぱあります。安いという意味ですか。安いのとあとやっぱり国内で製造させていただいているので安価のもので言えばやっぱり海外製のものを入れてあのトラブルが起きちゃってるっていうケースもよく聞きますのでまあその辺はやっぱり国内で作ってると国内同士のやり取りができるので安心感が増していただけるんじゃないかなと思っております。でも国内で作ったら高そう、制作費が高そうだと思うんですけど。いや実はそこはそんなに。 落とせてます。価格ははい。ちなみにおいくらで売ってるんですか？原価で言うとだいたい一台作れるものでございます。でそれをいくらで売ってた？だいたい八万円ぐらい。高そうに感じますけどね。全然。ごめんなさいね。僕は全然分かってないのであれなんですけど、これはタクシー会社さんとかは使うんですか？誰が使う？えっとですね。僕がそのやってた時に、えー、お客様がこう話をよく聞いたりちょっと試せでつけてくれって言われていたのがレンタカー会社さん。 あとトラックの運送会社さんあと個人で言うならばちょっとすごく珍しい車に乗ってる方こういう方に結構需要があったりあと自動車販売店で自分のところの車を管理したい、えー、例えば台車を出してる車屋さんその車に管理をつけたいっていう方がおらっしゃいました盗難防止みたいなのが一番重いんですか重いというかメインなんですかにもなりますしあとどこの時間どう走ってたとか。 そういうデータも取りたいっていう会社様もおらっしゃいました。ここまでお伺いして。株式会社イヤシープ代表林直弘学習塾で全国制覇。年賞100億円超えを実現。次に仕掛けるのは極楽睡眠ヘッドスパイヤシープ。フランチャイズチャンネルで様々な業態を支援。積んだ金額は驚愕の2億円超え。積む、積む、積む。分資金とノウハウを授けるフランチャイズの王。今宵も聞けるか、サービスですよ。ここまでお伺いして、まあ一度、 事業をね、はい、失敗してるってことですよね。はい、で、それで、まあ、友人に騙されてトラブルに巻き込まれてしまうということなんですけれども。いや、もうね、騙されてトラブルに巻き込まれるっていうから、いくらかと思ったら100万じゃないですか。そうですね、はい。100万でそんなさ、ごめんなさいね、ほんと視聴者の皆様。普通は100万でどうこうってなんないっすよ。そうですね、その、やっぱり、友人、それもふ、 深い中といいますか、やっぱりこう一緒にこう昔働いてた仲間にそういうことをやられてしまった時の金額以上のやっぱりもので、やっぱり心も正直挫折をしたっていうところもあります。まあもちろんそういうのもあるけれども、はい、まあ結局その人と働こうと思ったのも自分ですからね。そうです。はい。だからなんかそれがちょっと基本的にそれだから事業がうまくいかなかったというか、100万でそれだったら根本的にうまくいってなかったんじゃないのっていうのが一つとですね。 このですね、まあ視聴者の皆さん、またこれも興味ないかもしれないですけど、自由記述ページを皆さんもご覧ください。はじめね、1991年、平成3年から3月から始まってんだけど、途中からね、平成しか表記がなくなるんですよ。で、そして今度は、平成がなくなって17年になって、そして最後34年になってんですよね。<laughs> 確かに。だもうこれからも、なんか戦闘力の低さというか、このページ、これ結構やばいよね。 だからなんか、こういうのが苦手なのかもしれないけど、ちょっと、不安になっちゃうよね。これ、広川さんね、なんで今、林さん言ってる、この自由記述ページになぜにあなたのこの経歴が載ってるのそう,そうだし、なんかこう、西暦とね、年号表記からの年号だけになり、最後、な、なんかわかんない数字になってる、このグラデーションが。 データ入力でこれが手も出てしまってるんで。間違いなん、ね、よ。令和ですね、本当は、はい、ここは令和になるはずです、ね。<ー>すみません。令和の。四年ですね。あ。令和の四年だそうです。あなるほどね。なるほど、なるほど。うん、車両運行管理システムを構築。そのビジネス再生を目指す志願者。プレゼンテーションを経て。トラたちは事業計画の穴をつく。序盤戦。一体。 どうなるやっぱあれですよねあの <laughs> 事業をこう復活させるためにこうで、ね、すごいお金入れたりするわけですよね、はい、でやっぱこう,こういう感じだとやっぱ不安になるんじゃないですかちょっと不安ですね後藤さんあのそうは言っても業界的に車っていうところでいうとそうですねその、はい、先ほどそのこの管理が何でいるのかなって僕も一緒思ったんですけどうちの会社もやっぱあの台車 お客さんに貸し出す台車を乗り捨てられたりとか、普通ちょっと考えられないことがもうここでやっぱ数年、僕もこの業界35年やられてるんですけど、そんなことするのっていう人が出てきちゃって。台車を貸したら、それを乗り捨てするの乗り捨てとか中金とか、例えばぶつけてそのままそこに、お宅の車事故を起こしますよってって、交差点でガーンってぶつかってたりとか。だからもう本当に、確かにこれは正直、ちょっとはいけるかなっていう僕は。いる。 ちょっと今一瞬思いましたね、僕もなんか今までのこの,あのけ苦い経験の中で、どこに車が行ってるんだろうっていうのが。実際に佐藤さんがさっきおっしゃったように、競合、はい、って結構たくさんあるはずなんだけど、その中で彼が言ってるのは、まあ、一つは安価だっていうことと、他になんか競争優位性ってあるんですかそうでですすね、あのー、ちょっととこの機能としてなんですけども、あのー、エンジンジを 遠隔によってかけれなくするっていうこともできる機能をつけてます。えー、はい。すごい。へえー。なのであのただこれちょっと誤解されたくないのが、走行中にエンジンが止まるわけではなくて、エンジンをかけることができなくするっていうことなので、止まってる状態の場所でかからないので、走行中にこう止まっちゃうとかではなくて。それは当たり前ですよ、ね。そうそすね。走行事故みたいな。<laughs> それ。いい運転中に。 止まったら事故や <laughs> や,そうやばいなと思って <laughs> それもっともらしく言うことじゃないと思うんだけどこれ <laughs> <laughs> はいあ、ね、はいそういう感じでもできますエンジンが止まるわけだから一度切ったら次がかからないもうかからない状態にできますそれどんなに離れてても、えー、大丈夫ですはいえすごいですねこれでも運行管理システムっていうんですね、はい、これ見るととと結構10線とか7線とか 結構競あのいわゆるおすすめであ,のああ、うん、そういう、ね、運行管理システムおすすめ10銭みたいなのが出てきてるんでクリエーションサイト的なのがもう,そうですあるってことですね、はい、これってこう皆さんつけてるんですか基本的にそのタクシーですとかトラック業界の方はつけてるかと思いますやっぱり機械のものをやっぱりこうまだまだ導入されてないところはやっぱりお声は結構聞いてますのでまだまだ参入できると僕は思っております あのさっき林さんがね、後ろのページのところ、面白いっておっしゃった部分、学歴、ね、多分ないと思うんで、僕も一緒なんですよ。学歴が全くなくて、ただ、今、うまくいかしてもらってるんですけど、はい、その、 じゃあ僕はなぜ学歴ないのに今うまくいかしてもらってるかって言ったらやっぱり熱量だったり覚悟っていうとこなんですけど、はいはい、今回のこの授業に対する覚悟っていうとこをちょっとお伺いしたいなと思うんですはい今まで自分の中でやっぱり情けないですけどやっぱり1週間に1回の中でどう動けるかっていうことしか考えてなかったので熱量が1週間に1回しかこう費やせなかったんですが逆に僕は今の仕事によって夜勤ドライバーをしていますので日中はもう全て動ける状態を作れることができたので これは今まで以上に、やっぱり動けるっていうことで、まあ、もうやりたいっていう気持ちしかないですね。え、動いてないんですか、今、昼は。今は、えっ、ー、と、お声をかけさせていただいてます。どれぐらい動いてるんですか、昼間は。えっと、昼間はですね、やっぱり、こう。やっぱり、ちょっと、やっぱり資金面で、まだ正直言うと、全然動けるっていうのが、正直言うと少ないので。やっぱり、こう、今まで入れていただいた方に、こう、電話で営業したりですとか。そういう、今までの、こう、付き合いの中での、お電話の営業。 だけにはやってますぱ、うん、時間としてはですね、やっぱりこう、まだまだ少ないと思います、本当、できてやっぱり1時間、2時間ぐらいでしかできてないとは思いますけども、この資金をもとにこう、やっぱりしっかりやっていきたいという気持ちでいますお金がないからできないんですか、でも、電話の営業やったら別に金なくてもできるじゃないですかただですね、あの、実際問題、ちょっとあの、これはあの、僕のやっぱり今、持ってるお客様といいますか、こうお付き合いがあるのが、やっぱり結構こう、 地方だったりですとか、なかなかこう行くことができないので、やっぱりこう車が必要だなですとか、そういうところでやっぱり資金が。あります電話でいいじゃないですか。なんで会いに行く必要があるんですか。あのですやっぱり機械のやっぱりあの例えば紹介いただいてもやっぱり機械を見せに行ったりですとか、電話だけではこう広がらないところっていうんですかね。やっぱりこう説明もやっぱりこうこういう機械ですので、やっぱり機械だけを見せるというよりはやっぱりその付けたものを見てもらった上でのこう話とか。 そういうのも必要になってくるかと思います。はい。それが熱量ですか株式会社、お客様、皆様、おかげさま代表、島田隆文に通称、島屋。学歴なし、人脈なし、借金を抱えながらの開業で、今や国内外問わずラーメン界を圧倒。全国フランチャイズ、店舗プロデュースなど、人の役に立つラーメン屋として快進撃。ラーメン屋経営 YouTuber、島ん。市街者の味をどう引き出すそれが熱量ですか覚悟ですか覚悟はあったもっと動けんちゃうのって思うんですけど。 今って個人として動かれてるんですかね実質個人になってますねはいその形だと人から信用を得るのってかなり厳しいと思うんですよね特に製品を売ってしかも人の安全に関わったりとか、はい、自社の安全に関わるような部分で難しいと思うんですけどそういうところってどう考えてますかね導入してもらって安心していただくっていうことしかやっぱり方法がないと思いますはいそんな人いきなり人信用します <laughs> これ買ってください買ってください信用しますみたいなそんなうまい話ないと思うんですよね普通にそうです、ね、あのなので あのまずは試してもらうその企業様だったり入れたいと思ってる方にまずは試してもらうはい、はい、それを僕は今までもやってきました、はい、えでもその,この資金調達して車が欲しいっていうふうに書いてありますけど、はい、すぐ用意できそうなお金だなって思っちゃうんですけどいかかがですかまずは動くことからの先決あの実際にデモとしてその車を見てもらう つけさせてもらうところから安心してもらうっていうところで導入が決ままると思います今動動くっててどんんな感じででかかれてるんですか今はその電話以外とかでまずは、えー、今後ど,どのようにこう説明していったらいいのかなとか資金を例えばですけどいただいた時にどうやって展開していこうかなとかやっぱりそう考えるとまずはホームページを作ったりですとかやっぱりデモカーを作るとかそういうところからやっぱりちょっと考えてやっていかないとななのかなとは思ってますその発想が三流っすよ。 うい,い,、はい。ほ、うん <laughs> 本当にその準備物が揃わないとできないってことですよねまず見てもらいたいっていうのが現状ですねはい成功する人ってそうじゃないと僕は思うんで、はい、とりあえずやるって決めてやりだして走りだしてからあやっぱあれ足りへんな,いなこれ足りへんなって動くと思うんですよねだからなんか全部言い訳に聞こえるんでビジネス再生その覚悟を問う虎たち志願者の熱意は どこまで届いているのか。次回。怒涛の後半戦。窮地の事業を再起勢よ。リバイブザビジネス。営業マンとして。ほんまに。優秀じゃないですよね。さっきから実は。えっと。僕、三枠。に何回か座ったことありますけど、かつてないぐらい。